はい、どうも皆さんこんばんは、ゆうきゃみです。今日はガンダムバトルオペレーション2の方、更新日ということでやっていきましょう。後ろにもう新機体も見えてますね。まだちょっと何も確認してないので、まずはちょっと一旦、私ちょっと起きたのも今夕方なので、夜勤明け睡眠後なんでね、ちょっとご飯食べたりいろいろしてから、ゆっくりね、確認してやっていきたいと思います。それでは、アップデート情報確認スタートです。はい、というわけでね、アップデート情報の方も確認したので早速やっていきましょう。物資配給局へようこそ。まずは DP の方から見ていこうか。DP の方が、まあ、先ほどお伝えした通りで、ジムスナイパー2のホワイトディンゴ仕様がレベル2追加、スレイブレイスがレベル2追加となっています。まあ、特に持ってるということなんで、まあ、表示されてないって感じですね。特に新しいものもないし、ここは省きましょう。さあお次はリサイクルチケット、こちらの追加が、アック街のレベル1から、3が追加となってます。アック街はね、非常に使える機体なんで、まあ、私の動画で初心者の方もたまに見てるというふうに聞いてますので、まあ、この辺はね、抑えてもいいと思います。まあ、レベル1でも2でも3でも十分使えると思いますんで、ぜひ手に入れてみてください。あとホワイトリンゴ対仕様のジムスナイパー2のレベル3が追加で、あとは陸戦型ゲルググのビッシュドナヒューのレベル3が追加となっています。まあ、おすすめはもう間違いなくアック街ですね。あとはまあ、周辺層の武器の方も追加となってますんで、まあ、気になる方はね、ホワイトリンゴ対のジムスナイパー2の高レベルを抑えた方は、まあ、これも一緒にセットで抑えた方がいいかなと思います。あとはこちらですね、限定抽選配給ガンダムマーク2のレベル4、ビッグディアスのレベル3が追加となっています。まあ、ただ高コストのこの2機体はさすがにね、ちょっと使うの難しいと思いますからね、まあ控えといた方がいいような気はします。さあ、それでは本命のご登場、レッドライダー登場と書いてありますね。こちら新機体となってますが、ちょっと私ね、全く知らない作品の知らない機体が出てきたんでちょっと調べました。はい、こちらです。ペイルライダー計画のデータ収集用実験機であり、名前の方は第2の騎士から由来と。で、あとジオン軍からは赤帽子と呼ばれてて、開発ベース機体はジムとなっています。あと、教育型コンピューターに実験用回路アレスが搭載されているというふうになってますね。まあ、ただ作品中ではあんまりいい扱いじゃないのかな。ハイスペックなんですが、整備不良でジムと同等程度のスペックしか発揮できてないとか、回路のまあ不備によってアレスがちょっと異常を起こしているとか、オーバーヒート回避のためにアレスを強制閉鎖してるとか、まああんまりなんかいいこと書いてなかったっすね。はい、というわけで、まあそれを再現してはないと思うんでね、あくまでそのハイスペック機として作ったところを前面に押し出しても多分コスト400なのかな。はい、というわけでやっていきましょう。いけるかな、星2だもんね。まあよくわかってない機体なんで、本当はね、私も多分動画出してない人だったら、多分引かない。多分ね。でも、やっぱね、引かないわけにやっぱいかないんで、YouTube やってる以上はね、やっぱ20連はやっていこうかなと思います。よく言ったら10連でいいんじゃないかと、ちょっと思ってる部分もあるけど、まあ、当たればね、やっぱ乗りたいですからね、知らない機体。ね、ご縁もあってこうやって調べたわけですからね。よし、行きましょう。ご縁がありますように。3、2、1、0。それでは抽選開始です。当たってくれるかな。あとはね、今日夜勤明けね、寝て起きたタイミングでね、まあ、明日からになるんですけど、別のゲームでごめんなさい、アリブレっていうゲーム、アプリゲームで私動画も出してるんですけど、まあ、そちらの方に私の好きなキャラクターの勇気がね、新キャラとして出ちゃうって書いてあったんで、
ちょっとな、こっち当たんなくてもいいからあっち最低でも当てたいなと言ってたら当たんなくなっちゃうからやめよう。よしよしよし、いいよいいよ、調子いい調子いい、そうそういいよ、銀の箱どんどんちょうだい。あーちょっとドキッとした。さあどんどん来てください。あとはね、ツイッターでちょっと不吉なもん見てしまって、このガチャ見るちょっと前なんですけど、あのやられちば見ちゃったんですよね。それ見ちゃったせいでね、それが影響出ないかが心配。来るかな来るかな。まあ、銀の箱はね、今んとこ割といいペースで出てますからね。この調子この調子、新しいものいっぱい出るな。まあ無理せず20連で当たんなかったらやめて他の機体でもいいかなと思ってます。最近ね、コンテナの方からね、ゼクワインとかハンマーハンマーが当たっちゃったんで、それ乗るのもありだなと思って。前当たったドーベンウルフも使ってないから、あれも乗ってあげたい。はい、まずはヘルメット。よし、とりあえずやっていこう。次、これがラストだな。よし、行きますか。裏から行くか。この金ピカのあたりで行くか。さあ、ラストの20連です。当たるかな。さあ来るか。あ、音が聞こえる。始まった途端からこうなんかちょっといつもと違う音が聞こえると嬉しいね。来て来て、おお来た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 、レッドライダーレベル1、いいんじゃないですか。変にねコストの高いやつは当たってないから、これは多分当たりっすよ。よし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 、今週もしっかり当てれた。いやもうこれでちょっと安心っすね。新機体これで触れる。おお、なんかいろいろカットしてたら、なんかまた演出来たよ。もう一個来ちゃう？そんなことはなかったか。はい、ということでこれで上下しっかり20連で当てましたね。これは持ってたやつだったのか。あんまりちょっとこういう装備つけてないせいか分かってなかったな、持ってるか持ってないか。まあ割とありだな、ちゃんとしたもんいろいろ手に入ってた。地味にあのドライセンの武器も嬉しいな。よし、とりあえずレッドライダー手に入ったからこれで OK。 なんかサクッと当たってくれましたね。なんか特別そんなこう手に入んなくてもしょうがないかなぐらいのつもりで回してたけど。さあ、それでは早速新機体見ていきましょう。レッドライダーレベル1、コスト400の地上専用強襲機でございます。機体説明左、右に性能となっています。まあ久々のコスト400ですけど、まあ射撃補正がゼロなのがちょっと引っかかりますけどね。はい、とりあえず武装を見ていきましょう。それでは武装の方を確認していきましょう。まあ私機体調べてた時にも分かったんですけど、マシンガンと試作マシンガンしか書いてなかったから、まあ装備は当然マシンガンしかないと。はい、ヒート剣付きの 100mm マシンガンとなっています。であとはレッドライダー用のビームサーベルで、バルカンでツバイハンダーって言われてるもの、これが一応この機体の特徴になるのかな。で、あと 100mm のそのマシンガンについてる付属のヒート剣という風になっています。私の苦手な感じっすね。格闘のこういう3種類とか2種類とか持ってるやつは基本的に俺あんまうまく使えないやつだ。あとはこのマシンガンだよな、どれぐらいでよろけ取れるのかだわ。ダメージはもう見込めないと思った方がいいでしょう。多分射撃補正がゼロですからね。はい、というわけで、カスタムパーツの方は先に決めました。せーの、トン。はい、こんな感じでちょっとやってみようかなと思います。足はしっかりつけて、あとはスラスターはやっぱ70は欲しいなと思ったんでこれつけました。あとは、格闘生かすためにつけて、余った分しょうがないんで射撃強化と強化フレームという感じでつけてあります。
スキルの方も見ていきましょう。高性能バランサー、マニューバーアーマー、強制噴射装置に格闘連撃、格闘連撃最大3回ま で、パワーアクセラレーターにクイックブースト、耐爆に、ヘビーアタック。これあるんならある程度火力出せるのかな。あとはシールド兵装、特殊干渉剤ってのもついてます。まあ、これは、多分2倍ハンダーを選択しない状態ならシールドで攻撃を受けた際に期待ヒットポイントへのダメージを 15% 軽減と。で能力アップのアレス、はい、こちらもあるということで、まあ、ハデスの実験用みたいなもんだったんで、まあ、ハデスとは異なり継続時間が短いと書いてありますね。あとはまあ制限時間過ぎると機体各部が強制破損リペアによる再発とは行えないと、まあ、その辺は変わってないってことか。機動力が一定上昇だしな、使いどこちょっと考えないとね。さあそれでは行きましょう。レッドライダー演習場プレイです。割とスイスイ動ける機体ですね。でマシンガンの方は何発エロケだい。60発スタートです。10発エロケですね。実際の戦闘でもまあこんな感じですぐエロケ取って切っていくって感じでいいのかな。まあ、格闘の方は連撃3回までいけるんで一応確認していこう。N、横、下、こんな感じですね。で、他にも装備があって、こちらがライフルについてやるいるやつでいいのかな？これもどんな感じなのか見ていこう。N、横、下。これはつく感じですね。で、これがツバイハンダーという、なんかちょっと体験みたいになってますけど。これが強いのかな。 N 横下、あー下がちょっと特徴あるね。下だけでどれぐらい入るのか見とこう。あーなるほどねこれは強いな。ちなみに貯めるとヘビーアタック。おお結構汎用相手でもダメージ入りますね。すごい動きがすごいなこれ支援機たまんないだろうな食らったら。であとはアレスってのを使ってみるか。アレスって書いてあったけど下になんかバージョンアレスって書いてあったな。さあ支援機ヒットポイント満タンの支援機にどれぐらい入るのかな。わあすごいすごいな。戦場ちょっと荒らせそうだね。さあそれではね、大体どんな感じの機体か分かったのであとはカウンター確認して終わりたいと思います。まずはこれが通常状態のカウンター。多分違いはないと思うけどね。はい、こんなとこですね。はい、というわけでカウンターも見れたので今回ここまでにしようと思います。それでは、皆さんまた戦場でお会いしましょう。失礼します。